レッドソックス FA の超育成内野手が日本の球団とも交渉か。レッドソックスからフリーエージェントとなった台湾出身の超育成内野手が、MLB だけでなく日本の球団とも契約交渉を行っていると、台湾メディアETトゥデイに明かした。台湾の情報を伝える CPBL スタッツの XQ Twitter が15日に伝えたもの。代理人事務所が、MLB 及び NPB の球団と話をしていると明かしたという。また母国の台湾リーグでプレーすることも選択肢の一つにあるという。こいつよりキャッチャーのギルギルなんとかを取ってほしいわ。超育成がついに日本に来るのか。またハムか。メジャーで二遊間指標クラスで守れるし普通に欲しいわ。台湾はハムという風潮。バッティングがね。内野のサブにいれば役に立つタイプ。それじゃ超支配下じゃねえか。台湾は通用しないっていい加減学べ。外国人枠使ってこれはちょっとね。マイナー契約はしないって言うてたから割と現実的に来そう。外国人枠を使う代わりに長打を増やして守備を上手くした台湾製加藤豪介。メジャーでは打てないだけで日本なら余裕でいける。加藤と大差ないのに持ち上げられすぎやろ。台湾はマジで当てにならん。エンゼルス戦で打った特大ホームランのこいつやべえかん。怪我持ちやろ。人工芝やとなおさらダメそう。楽天あるか。地方だったり宝だったり台湾の多すぎやろ。キューバの手法も多かったしな。リナレス、グリエル、セペダ、デスパイネ、ロドリゲス。1,2,3 ユースべてを50、60試合台守ったことがあるというユーティリティを絵に描いたような選手。